ってワクワクするキャラクター。すごく魅力が詰まった人だなと思います。と印象を語る。役作りにあたっては、原作をすごく読みまくった。そう。トリリオンゲーム、という作品の答えは全部そこに載っているじゃないですか。たくさん見て、それを生身の人間がやるってなった時に、どうリアルさを足すか、っていうバランスを自分の中で探りながら役作りをしている感じです。 原作に戻って、人間がやる意味をどう足すか、どれくらい足すかっていう調整ですね。春のビジュアルに関しては、骨格とか顔の系統は似ているかな、と明かす目黒。作品をやらせてもらえるっていうリスペクトがすごくあるので、メイクさんとかスタッフさんたちと漫画を見ながら、このままこうしすぎてしまうと、ちょっとリアルな普段いる感じにならなくなっちゃう。でも春のこういうところは再現したい。 って相談しながら作り上げています、とこだわり十分だ。襟足の長さとかもすごく長いじゃないですか。その長さをどのくらいにするのか、襟足は絶対に再現したい。でもさすがにここまで長いと、リアル社会では面接で落とされるようなと考えたり。演じていくにあたって、リアルさみたいなバランスも考えつつ、でも春だったらこれくらい欲しいなって、ギリギリまで攻めてます、と自信を見せる。 それに情熱を燃やしています、とお茶目な答えが。めっちゃ簡単で、ラップにくるんでレンジでチンする。めっちゃハマってます。塩コショウとかマヨネーズをかけて食べるのが、一番美味しいんです、と笑顔。今の時代とか世の中じゃなかなか言いたくても言えない気持ちとかもあると思うんですけど、そういうのも春が代わりに言ってくれる気持ちよさもあるし、春と学のペアがどこまで行くのかとか、ちょっと心理戦みたいなところだったりとか。 私も僕も会社でこういうような目標を持ってみようかな、口にしてみようかなって思えるような一話になっていると思うし、そういうトリリオンゲームになっていると思います。一話は絶対に見てください。と自信、これまで見たことのないメグロハスの姿とその先の進化をワクワクしながら見届けたい。金曜ドラマトリリオンゲームは TBSK にて7月14日より毎週金曜22時放送。